いどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、これですよ、白身魚のフライ、卵焼き、天ぷら、なんとかカツ、ハンバーグ2つで、真ん中これはあの缶詰の、分かりづらいね、染み込んでます、缶詰のグリーンカレーです。いただきます。うん、シャキシャキしてて美味しいね。シャキシャキしてて、野菜天ぷらだから。飛んだ？飛ぶわっか。人参とか玉ねぎとか、僕は天ぷらが好きですね。あ、グリーンカレーの、はい、一番桜です。オリオンビール、美味しいね。うん、美味しい。爽やかだよ、爽やか。爽やかだね。うん。あー、グリーンカレー美味しいね。真ん中の。これあれですよ、缶詰、稲葉のグリーンカレーとかレッドカレーとかです。今日はグリーンカレーの方です。うん、ご飯に染み込んで、あ、これ、いやー、美味しい。チキンとタイカレーのやつです。うん、あー、熱い。これあの魚のカツのやつ。どうしよう、お手頃価格なのにね。いやー、美味しい。肉も好きだけど魚も好き。魚も好きだけど肉も好きですよ。もう何でも好きです。あれ、そばのいろんな肉が食べたいね、いろんな肉が食べたいねって話しましたっけ。いつもしてるか。うん、いろんな肉が食べたいですよ。もちろん牛、豚、鶏もですけど、ごめんなさい、あのイノシシはね、子供の頃よく食べて、なんでだろうね、あれもらってたんだね、あれね、確か中さんがねくれてんじゃないかな、あれは。あれ、イノシシの肉は食べましたね。ただ鹿は食べたことない。多分ダチョウはあったかな、居酒屋さんで。カエルもあるね。でももっと食べないと味は分かんないね、あれは。カエルはラクダないですね。悔しかったな、マーンに行ってね、ラクダを食べとくんだったなっつって、もう行けなかったな。
あそこには行けなかったな、白身魚のフライ。ワニの肉とかね、食べてダメなやつ以外は、まあ、とりあえず一回は食べてみたいですね。食べてダメっていうのは、その体にダメっていうのもだけど、決まり的にですよ、これ食べちゃダメですよっていう、もう減ってるからダメですよとかね、そういうのがあれば、じゃあもちろん遠慮いたしますけれども、もうそれ以外のものはね、食べないで死ぬっていうわけにはいかないよね、本当に。あの鹿でさ、鹿で思い出したんですけど、昔あのたまに撮影でこう登場してくださってたあの猿渡さんいるじゃないですか、猿渡さん。彼がね、あ、もう全然関係ないですよ、全然関係ない人の、何で関係ないんですか、あ、出てきたことあんな、会社の仲間の別荘に、もうその方は辞められちゃいましたけど、遊びに行こうということで、僕が車を運転して、それはさん、助手席に乗ったんです。山道を運転してね、そしたら鹿が飛び出してきたんですよ、ボーンって、やーなーって急ブレーキを踏んだわけですよ、もうギリギリです、もう鹿もうすごいスピードで飛んできましたから、夜です、夜。そしたら猿渡さんがかけてたメガネがポーンって飛んでですね、あのメガネがここから真っ二つに割れたんです。どう、何の話かって言ったら、もうそういう話です、それだけです。サラダレさんのメガネが鹿に割られた話です。うん、もうそんなことがありましたけども、もうどんぐらい前なんだ、もう7、8年ぐらい前になるじゃないですか、あれは。ねえ。昔だね、もうあっという間だね、時間が経つのは、本当にあっという間、びっくりしますよ、本当。みんな一緒に順番で年取りますからね、本当。僕やってどこに行っても一番年下の時期があったんですから、一番小僧のね、今でもそういうところたくさんありますからね、僕が行ったら僕が一番小僧っていう、そういう集まりに結構行ってますけど、それでもやっぱ減りましたよ、本当に。追いつかない、追いつかないです。そんなね、簡単にもう立派になれないですよ、先輩には。難しいよ、本当に。あだす、良きね、良き、良き先輩にはなかなかなれない、辛いと思います。暑いな、ちょ、扇風機かけますね。なかなかそのスピードね、あんまりも速すぎるもんだから、年を取るスピードが、みんなそこでしょう。20代後半、30代、40代ってなっても気持ちはまだね、小学校5、6年生とか中学校ぐらいの
感覚じゃないですか。僕だけですか。そんなことないと思う。みんなそうだと思うよ。ほんともうね、大人になると、年を重ねると、こうやれることがいっぱい増えるじゃないですか。やれることがいっぱい、楽しいこともたくさん増えるんです。だから最高なんですけど、ただやっちゃいけないことも増えるわけですよ。本当に。ああ、危ないですからね。子供と同じつもりでね、大変なことになっちゃいますから。僕の後輩で島の小学校6年生ではまだ学校をすっぱだかで走ってるやつがいましたけど、さすがに彼ももうこっち出てきてからそんなことはしてないでしょ。今でもそれやったらもうほんと捕まるからね。あれ危ないですよ。あとあれだね、僕らの地方で言うとヤギ汁ですね。ヤギ汁、ヤギ汁はね、ほんと美味しいんですよ。ヤギ汁は食べたことあります？ヤギ汁、あ、ほんと美味しいの。食べたいけどなかなかないじゃないですか。だから肉をね、ヤギの肉を田舎から送ってもらって、沖縄、奄美諸島は、南西諸島はあのよくヤギ食べますから、送ってもらってね、みんなで公園で焼き汁をね作って食べたらしいですよ。そしたら警察来たって、匂いがね、焼き汁の匂いが、僕なんか初めて焼き汁食べた時から臭いって思ったこと一回もないし、うわいい匂いだな、美味しそうだな、美味しいなと思ってしか食べたことないけども、なんかこっちの人にしてみれば強烈らしいですね、匂いが。で通報来て、通報されたらしいですよ。すごい匂いを作ってる、匂いの何かをしている集団が公園にいるって言って通報して警察に怒られたらしいですよ。でもそれぐらい食べたくなるね、うん、じゃあ焼き汁はなかなかこっちで美味しい焼き汁出会えないよ、本当に。もう刺身なんかも本当はすごい美味しいんだ、焼きの刺身なんかもね。でもなかなかもう冷凍のそういうのしか見えないから食べられないから、もうそれとっても残念なことです。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。